立民代表選も気になりますが沖縄技能案主張選にも注目ポン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 ,ポンポニャンまあそれにしてもねまあ今日もいろいろあったなと思うんですけどもまあ今日はですね立憲民主党の方に動きがあってですね立憲民主党の、えー、野田義彦元首相がですね立民代表選に、まあ、出ると え、立候補する意向を表明したということで、まあ、これがね、まあ、ど、どうなんかなっていうね。まあ、何回でも野田さんっていうのはですね、その民主党政権が、民主党政権をですね、自民党、公明党に、まあ、明け渡したというかね、もう選挙で大負けしたわけですよね。 ま、その時の、あの、まあ、代表っていうか、元首相ですから、まあ、その人が代表になるっていうこと自体がね、僕は立憲民主党にとってどうなのかなと、まあ、言、言が悪いっていうかね、 でも、このナか、小沢さんとかもね、あの、泉さん以外やったらいいっていうことで、野田さんをなんか押すような、なんか報道も出てたりとかですね。まあ、小沢さんなんか、枝野さんとも会談したりとかして、とにかく泉、今の泉健太代表は嫌だと、まあ、言うこと 聞かないからということなんかもしれませんけども、まあ、その辺もね、面白いなっていうふ、ね、思うんですけども、まあ、今日野田さんは、えー、今日、えー、立候補する意向を表明してですね、ほんで何を語ったのかなっていうと、えー、なんか改革なんですか、何の、何の改革なんかなと思うんですけども、その <laughs>、えー、議員定数の削減とか、あと世襲の禁止に取り込む意欲を示したと。 えと、ー、いうこと、まあ、そういうことをやりたいと、議員定数削減したり、接種を禁止したりと、んでもこれがその今のね、その、その自制というか今国民が求めてるものに合致してるのかどうかって言うとね、僕はなんかちょっとね、それがメインにはなり、なりえないんじゃないのかなという気はしますね。やっぱり今国民っていうか有権者が求めてるのはやっぱ生活を、 あの、やっぱり楽にしてほしいっていうね、この物価高でね、物の値段が上がっ,上がっていってですね、んで、まあ給料自体はですね、その増えてないはむしろ下がってたりするわけですよね。だから余計に生活が苦しい中で何とかしてほしいと。で、それが自民党政権ではダメだからですね、えー、今のその岸田政権っていうのを内閣支持がどんどん下がっていって、 で、岸田さんはもう辞めざるを得なくなったっていうのが今ですよね。今自民党総裁選でやってますけども。まあだからその今自民党自公政権に変わるようなことを立憲民主党っていうね、野党第一党がきちんとどう言えるかっていうところがね、大切だと思うんですね。有権者の、あの、 票取れるっていうことを言わなあかんと思うんですけども、まあ、この世襲禁止とかね、定数削減とか、まあ、なんか、あのどうなんか、世、ま、襲、あ、禁止とかね、まあ、言いいんちゃうのかなと思う人もいるかもしれませんけど、でもそれを争点としたときに、どこまでどうなんかなっていうね。 っていうの、すっごい疑問はありますね。で、あと消費税の減税についてもですね、まあ、否定的だと。消費税減税については否定したということで、まあ、これなんかもね、なんかほんまなんか、やる気あんのかなっていうね。やっぱその生活なんとかしてほしいに、ほしいのに、そこにはきちんと答えずに、こう、定数削減とか接収禁止だっていうね。有権者の生活、 と、まあ言ったら、まあ、いや、かん、あの、なんていうんですかね、こう、遠回り的にはけ、あの、関係あるかもしれませんけども、やっぱもっと直接的にこう、有権者に訴えかけるようなことを言わないと、この立憲民主党の代表選挙っていうのも、まあ自民党総裁選にぶつけてやると。 で、自民党総裁選ではですね、新しい総裁が決まったらすぐ、え、解散総選挙するっていうことで、これはもう、立憲民主代表選だってですね、これ次の、次のというかもう11月にあるかもしれない衆院選に向けての、こう、まあ、アピールの場であると思うんですよね。それでなんか消費税減税は否定しました、否定しますみたいなね。 だ、それがね、僕は有権者の心を掴むとはね、とても思えないなっていうね。はい ま、新聞の世論調査では立憲民主党の代表に誰がいいかというと、まあ、あの、無党派、無党派層っていうか、まあ、ひっくるめてですね、野田さんが一番に来てるんですけども、まあ、それなんかねで、どういう意図なんかなっていうね、答えてる人はね、まあ、ただ立憲民主党の支持層に限ると、枝野さんが、まあ、僅差で一番に来てたっていうのが、まあ、この間毎日新聞載ってたと思うんですけども、やっぱり枝野さんの方がいいんちゃうのかなっていうね、 ま、枝野さんもですね、この消費税減税についてはですね、まあ、あの、消費税減税しますとは言わないんですけども、その消費税、 えー、5%減税に匹敵する給付、えー、月税額控除を導入しますということを枝野さんはこないだの会見でも言ってるんですよね。うん。まあ、それだって僕は弱いなと、インパクトとしては弱いなとは思うんですけども、ただ野田さんみたいに消費税減税はしませんと。うん。っていうよりは枝野さんの方がまだね、マシなんちゃうのかなっていうのを思いますしね。 やっぱ知名度的にもね、やっぱり枝野さんの方がいいんちゃうのかなっていうね。野田さんは、えー、民主党政権をね、ま、あ言うたら、あのー、なんていうんですか、ま、あこう壊したような人ですかね、言うたらね、時効に明け渡すっていうね。だからそうや ことから言ってもね、まあ、この立憲民主党の支持者というかね、立憲民主党の、まあ、この、一票を持てる人たちがどういうふうな選択をするのかっていうのは、まあ、ようわかりませんけども、僕はやっぱ枝野さんの方がね、いいんちゃうのかなっていうふうに、まあ、思いましたけどね。まあ、泉健太さんは本当にもう推薦人集めに苦労してるということで、まあ、またね、世論調査も人気的にはもう、 エランさんと野田さんと比べても全然あかんと。えー、一桁ですかね。なんか数パーセントとかってなっててですね。やっぱこんな人にね、やっぱりね、まあ、3年も代表やらしてたんが立憲民主党の大きな間違いやったんちゃうのかなっていうのは思いますけどもね。うん、ま、あ推薦人がね、集まるのかどうかっていうのはもうようわかりませんけどもと。うん で、まあ、やっぱりね、まあ、僕はもうこの立憲民主党の代表選挙もそうですけども、まあ、今度はですね、この選挙の話で言えばですね、9月に入ったら9月8日にはですね、えー、議能案市長選があると。沖縄のね、沖縄の技能案市長でまあ、ここもね、僕は注目かなと思うんですけども、この技能案市長選が行われるのは、まあ、あ今まで市長やった、えー、松川さんという方がね、突然お亡くなりになって、 で、行われる選挙なんですよね。なんか、東京に出張に、えー、行っててですね。まあ朝、朝、ま、なんか、そのままホテルでお亡くなりになってたということで、ん、ま、か、あ、政府と会見、えー、したんですかね、前日ね。うん、まあ、なんか、まあ、 ちょっともざ残念だなとは思うんですけども、ただこれ、このギノアン市長選っていうのもね、まあ本当にちょっと注目してほしいなっていうか、まあ事故はですね、さっきも厚さんというね、沖縄県知事選にもまあ出たりとかして落ちた方、えー、を立てると、ね、さきまさんはね、沖縄県知事選にも、えー、出張ってですね、そこでもまあ落選してるんですよね。 勲さ,さんというんですかね、えー、肩を立てて、えーまあ、選挙するということなんですけども、まあ、この宜野湾市長選もね、この間の6月の沖縄県議選で、あのーまあ、オール沖縄というかねあの、なんていうんですか、候補者立てるの失敗して、ですね自民党に、えー、2つ取られて、ですね、えー、この宜野湾市では1つしか取れなかったんじゃないですかね。えー なんかもうすごい残念な結果に、まあなってたんですよね。この沖縄県議選、ギノ案、えー、市ですかね、これ、えー、社大党の玉木さんというか買って、自民党が二人、又吉さんと小屋さんというか取ってるんですけども、まあ、でもこれはね、本当はあのー、なんでかなと思ったらギノのン市で、そのオール沖縄県の人が三人立ててててね、二人立ててたらいけて、 当選できてたのに、3人立てるから、ですね友倒れして1人しか当選しなかったっていうね、まあ、この辺のしこりっていうのが今も、まあ、ちょっと残ってるみたいなんですけども、ただ、宜野湾勝長選はね、まあ、そういう意味でいくとこの、この沖縄県議選の得票で言えば、ですねオール沖縄の方が、えー、自民、公明の,、ね、あの得票よりも上回ってるんですよね。 えー、だそういう意味ではね、この議能案市長選なんかもね、すごくね、僕は今回、えー、チャンスはあるんじゃないのかなっていうふうにね、まあ思うんですけども、まあどうなるかね。まあ市長選ではですね、ただ、あのー、沖縄県議選では投票率っていうのはだいたい4、 46%が43%とか4割台なんですけども、市長選にあったら6割台に跳ね上がるというのもあってですね。まあここでね、急にね、やっぱその時効系の候補に1万秒ぐらい上乗せされたりしてるっていうのが最近までの技能案市長選だったんですけども、まあただ今回どうなるかっていうね、うん、まあほんね、まあの、 えー、松川さんが初めて出た時なんですが ?2016 年なんでしょうかねなんかちょっと忘れましたけども、まあ、結構ね、6000秒差まで迫った。 あの時っていうののもあるんですよねねオール沖縄のの、えー、候補が、ね、その時は中西さんという方で、今回県議選にも、えー、出て落ちた方なんですけども、まあ、今回は東原さんという、まあ、東原さんもベテランの、えー、市議やった方ですかね。うん。ま、あ本当ね、まあ、あのー、今回、えぇ、ー、事故が立ててるのは佐喜眞さん、佐喜眞敦さんということで、沖縄県知事選にも、えー、市長を辞めて、 ノアン案書はやってたんで、それをやめて、沖縄県知事選、県知事選に出て、それで落ちたとか、そういう方はやったと思うんですけどもね。この佐紀真さんっていうのは、その統一協会との関係というのも報道されてですね、えー、台湾であった教団の友好団体の会合に参加してたことが分かったと。そういうこともあって、沖縄県知事選ではですね、えー、票を減らして、まあ、 えー、玉城デニーさんが圧勝したっていうね。まあ、そういう選挙だった、ね、知事選はね。んそのた、さきまさんがまた出ると。今度は議員の安市長選でね。まあ、これなんかもね、ほんと影響するんちゃうのかなっていうのは、やっぱ公明党がやっぱ統一協会が嫌がるっていうのはありますしね。まあ、そういう意味でいくとね、あのー、まあ、市長選での投票率っていうか、まあ、 どっちにどう流れるのかっていうね。あの、遠ばるさに、その、票流れるかもしれませんし、公明支持層があんまり投票に行かないっていうこともあり得るかもしれへんなっていうね。まあ、沖縄なんかはですね、公明党総科学会がね、こう結構強いっていうか、えー、結構ゆかりのある地位なんでね、統一協会と関係ある人に、 まあ入れるのかなっていうのは、まあちょっと疑問はあるかなっていうふうに思うんですけどもね。うんまあそういう意味でもね、このギノアン市は僕は本当オール沖縄にとってはですね、まあ衆院選もありますしね、11月にはねあるでしょうからね、まあ本当にチャンスかなと思うんで、まあ頑張ってほしいなというふうにね、思うんですけどもね。チャンネル登録よろしくね。